ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私ようつべ屋を目指すわ。急にどうしたんだレ夢ム。だって今はようつべの時代じゃないかしら。子供がなりたい職業ランキングも1位がようつべ屋になってるしね。なんか時代だな。でも、有名よつべ屋になれば何でもし放題だし、お金もがっぽり稼げそうだし、いいことしかなさそうだわ。いや、いいことばかりだけじゃないと思うぜ。何か悪いことがあるかしら。有名ようつべ屋になればなるほど批判的な動画や行動をするとすぐに炎上してしまうことだな。確かに、有名なようつべ屋は大概炎上してるわね。あの成人として知られる HIKAKIN さんでも炎上したことあるのだからな。でも、そういえば他に炎上したようつべ屋って誰かいたかしら。あんまし覚えていないわ。じゃあ今回は有名ようつべ屋の炎上事件について紹介と説明をしていくぞ。よろしくお願いするわ。まず1人目はようつべ屋最古さんである MEGWIN TV だ。一時期は100万人もいた大手のようつべ屋なのに、一体どうして炎上したのかしら。MEGWIN TV のメンバーであったファルコンとメテオが突然メンバーを脱退するという事件が発生したんだ。MEGWIN TV はチャンネル名であると同時に株式会社でもあるため退職という形で去ったのだが、その後2人はファルコンメテオという新チャンネルを開設し、MEGWIN TV を辞めました。真実を話します、削除覚悟。という動画を公開し、これが炎上のきっかけになったんだ。会社から退社したということは待遇があまり良くなかったのかしら。動画の内容としては、ほぼ無一文で働かされた、動画を作る際の禁止事項が多すぎて面白い動画が作れない、意味のないことをさせられる、人間として扱って欲しかったなどの、本当に辛かったんだな、とわかるような内容の動画だったんだ。普通に働いていて人間として扱って欲しかった、なんて出てこないわよね。無一文ということは給料をろくにもらっていないということかしら。はっきりとした証拠はなかったが、この動画は当時、公開されて1日経たず200万回以上再生され、瞬く間に拡散されたんだ。そして MEGWIN TV は大炎上。謝罪動画を出すも、後ろで洗濯機が回っているかのような雑音が入っていたり、服装がスーツでなく私服であったり、謝罪時には申し訳ございません、ではなくごめんなさい、といった言葉を用いていたため、視聴者は納得せず、炎上が収まるどころかヒートアップしていったんだ。謝罪というよりかは説明に近い内容の動画だったのね。一方でファルコンメテオは先ほどの告発動画の後に生配信を行いチャット上では2人を応援する温かいコメントが多数寄せられ、スーパーチャットも大量に送られたんだ。視聴者のみんなは2人のことを本当に心配していたのね。結局のところ、どうなったのかしら。実はMEGWINは脱退騒動の約3ヶ月後に実は2人から殺すぞ、という脅迫を受けていた、という動画を投稿したんだ。このことにより、状況は一変し、なおかつ告発動画に対する釈明動画などを出すことなかったため今度はファルコンとメテオの方が炎上し始めたんだ。ファルコンとメテオに非はないと思っていたのだけれども実は非があったのね。釈明動画を出さなかったってことは思い当たる節があったのかしらね。そうかもな。実際、視聴者も徐々に不信感が募り始め、いつの間にか2人の上げる動画は高評価よりも低評価の方が多くなり始めたんだ。そして脱退事件から約10ヶ月後、3人は生放送を実施し、そこでようやく一応ではあるが和解したんだ。長かったわね。生放送の動画も4時間超えと結構話し合ったのね。ミワファルコンメテオは後に解散をしてしまうのだが、これには視聴者とのとある大きな誤解が一番影響したんだ。解散してしまうのね。一体何が起きたのかしら。それは2人のほぼ無一文という発言だ。MEGWINは生放送の中で一番辛かったのが2人に給料を出していないと思われたこと、と話したんだ。ほぼ無一文ってことはもらっていない、もしくは少額しかもらっていないってことでしょ。実は2人とも給料をきちんともらっていたんだ。どういうこと？無一文で働かされていたわけではないってことだな。この生放送以前のニリが出した動画でニリは月の給料は23万円前後をもらっていたと発言したんだ。つまり、ということは、ファルコンとメテオ、二人とも給料はもらっていない、とは言っていない、と発言し、視聴者が勝手に誤解したと主張し始めたんだ。何よそれ、ほぼ無一文と言われたら給料が出ていないと思うじゃない。MEGWINはスパチャした視聴者の中には無一文だと勘違いした人がいるはずだから謝るべきと言ったが、二人は最後まで謝ることはしなかったんだ。これにより、ファルコンとメテオを応援していた人も熱が冷め、視聴者が離れていき徐々にオワコンしていったんだ。そりゃあ熱が冷めるでしょ。一方で MEGWIN TV は現在もようつべ活動を続けているが、イメージ回復がうまくいかなかったのか現在は登録者100万人切った状態だ。最初はなんて人だ、と思ったけど頑張ってほしいわね。では次に行くぞ。二人目は迷惑妖つべや、ヘズマユウだ。世間に多大な迷惑をかけている人ね。今の若者なら知らない人はいないと思うぐらい悪い意味で有名よね。人気妖つべやに突して強引にコラボを迫るやり方で注目を集めていたが、その過激さや問題動画で延べ9回も赤 BAN されているんだ。悪い方の世界新記録ね。そんなヘズマユウの炎上した迷惑行為を紹介していくぞ。まず、人気妖つべや柴田の自宅と妻子を無許可で撮影。沖縄県の首里城復興の寄せ書きに落書き。人気妖つべやにメントスコーラで突。スーパーで会計前の魚の切り身を食べる。コロナ休園から再開したばかりのディズニーランドでバカ騒ぎ。コロナ感染が判明し、直前に都道府県をまたぐ移動。それまで山口ではコロナ感染者ゼロだったがヘズマのせいで濃厚感染者が増加。山口県知事が激怒。大阪の雨村で本物の T シャツを偽物と言い返品を迫る。しかもその T シャツは本物と判明。渋谷のスクランブル交差点で布団を敷いて通行妨害。めちゃくちゃじゃない？どれだけ迷惑をかけているの？特に魚の切り身を食べて盗んだところから窃盗、威力業務妨害等の罪に問われ、懲役1年6ヶ月、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡されたんだ。そんなヘズマユウは自身の過去の迷惑行為に関して、最初は何でもする系の YouTuber だったがアクセスが伸びなかったし金がなかった。ああするしかなかった、と。質問してきた記者に公開したんだ。迷惑行為をすることを肯定してほしくないわね。そんな彼だが現在では迷惑系 YouTuber というジャンルを生み出したことを反省しており、なおかつ NHK 党から参院山口補選に出馬したんだ。選挙に出馬したの結果はどうだったのかしら。結果は惨敗で1位の人は約31万票に対し、ヘズマ派6809票とだったんだ。やはりというべきか、悪名だけでは票は集まらなかったんだ。それでも約7000票ほど集まっていたのね。冷やかしとはいえ、万が一当選でもしていたのならどうなっていたのかしらね。なお、獲得票数が1万票に届かなかった場合、すべての SNS から引退すると言っているそうだ。だが、本当に引退するのかどうかは不明だがな。では次だ。3人目はチョコレートスモーカーズのジョン・レノだな。なんか懐かしいわね。昔そんな妖つべやもいた気がするわ。知らない人もいるだろうから説明するが、チョコレートスモーカーズはリーダーのジョン・レノ、ヨハン、アレックス、ケビンの4人で運営を行っており、2017年頃は破竹の勢いで登録者が増加し一躍人気妖つべやになったんだ。へえすごいわね。けど、どうして炎上しちゃったのかしら。11月頭にメンバーの一人であるヨハンが脱退するという動画を投稿したんだ。その動画では学業に専念したいから脱退するという内容だったんだ。ところがその4日後に渡辺誠が上げた動画、大波乱。第1回高校生妖つべやクイズ。で最後のクイズで次のような問題が出題されたんだ。元メンバーであるヨハンの顔面に2発、腹部を1発殴った妖つべやは、その動画では脱退したヨハンが出ており、ヨハン自身がジョン・レノと回答し正解したんだ。そしてメンバー内で暴行があったことが明るみになったんだ。この動画により大炎上したんだ。そうなると、初めの動画では学業に専念って言ってたけど本当はジョン・レノからの暴行、いじめが原因でやめたのではないか、と考えてしまうわね。これを受け、ジョン・レノは暴行の事実を認め、チョコレートスモーカーズからの脱退と活動の自粛を発表し、謝罪する動画を投稿したんだ。ただ、それでは視聴者も納得はせず、登録者が減少し始め、徐々に視聴者が離れていったんだ。一度悪印象を持たれると、なかなかイメージ回復はしづらいわね。暴行事件のきっかけに関して何か語っているのかしら。実は炎上後、ヒカルの動画に出演しており、その動画ではジョン・レノが当時付き合っていた彼女がヨハンと2人で食事に行ったことが許せず、暴力行為をしてしまった、と語ったんだ。よくありがちなパターンね。とはいえ、暴力行為はあってはならないものだな。なお現在は、チョコレートスモーカーズをジョン・レノの個人チャンネルとして活動を続けているそうだ。では次だ。4人目はジョーブログだ。これは炎上した内容も覚えているわ。スクランブル交差点に布団を敷いたからでしょ。ああ、そうだな。簡単に説明すると交差点付近までベッドを運び、信号が緑になった瞬間、ジョーらはベッドを持って駆け出し、交差点の真ん中にベッドを設置したんだ。その動画を投稿したことで大炎上したんだ。そんなことしたら炎上するわずってわかると思うんだけど、実は最初の方では企画を素直に面白いと感じるファンも多く、それまで減少傾向であった登録者数も一時期増加傾向に転じたんだ。そして炎上の最中、当の本人のジョーも炎上ブログとのコメントをコメント欄の一番上に固定し、炎上をむしろ歓迎する姿勢を見せたんだ。かっこ悪。そしてご存知の通り、警視庁が道交法違反などの容疑で捜査を開始し、最終的には書類送検されたんだ。書類送検ってどういうものなのかしら？ニュースでよく聞くけれどあんましちゃんと理解していないわ。書類送検というのは、警察から検察庁に事件の書類などが送られたことを意味しており、もし、検察官が正式に起訴し、裁判官が有罪判決を出すと初めて前科となるんだ。ということはまだ逮捕が確定したわけではないってことよね。まあそうだな。ジョー自身も警察に出頭し、厳重注意を受けたという動画を投稿しているしな。ただ、この時点では最初に企画に対し肯定的であった視聴者からも批判の目をしていたんだ。一体どうしてかしら。企画を肯定していたってことは純粋なジョーブログのファンじゃないのかしら。実はスクランブル交差点に布団を敷く動画を上げ炎上した後に釈明動画を出したんだが、内容が意味不明すぎて視聴者から批判を浴びたんだ。どんな内容なのかしら。動画では、ジョーがネクタイにスーツ姿で登場したが、一言も喋らなかったんだ。どういうことかしら。ネクタイを結び直したり、大きく深呼吸したり、不可解な行動をし始め、話し始めるかと思いきや無言で口を動かすだけで、内容が全く理解できないんだ。動画の長さは3分25秒だが、一言も話すことはなく動画は終わるんだ。何がしたいのかよくわからないわね。意味がわからないため、視聴者からはただただ不快といった批判的コメントが多く、これにより、もともといたファンも離れていってしまったんだろうな。謝罪をしたいのかどうかよくわからないわね。結局は炎上を煽っているのかしら。とにもかくにも中身のない動画ってことは確かだな。ちなみにだが、ジョーは炎上はこれからもすると思う。だが俺なりのエンターテイメントを見ていてくれ、と高らかに宣言していたが、書類送検された後、ジョーが代表を務めるオンザロードのウェブサイト上で、ジョー金沢仁弘名義で謝罪文を綴っているぞ。もう少し大人になってもいいんじゃないかしら。ダサいわね、いろいろと。では次でラストだ。最後は昔は両つべ界の NHK と言われた水溜りボンドだ。そんな風に言われていたのね。ただ今となっては昔の話だがな。ここ最近ではたくさんの炎上を起こし、視聴者の反感を多数食らっている状況だ。どんな炎上を起こしたのかしら。まず一番大きな炎上となったのはノートをレンジに入れてぼや騒ぎしたことだな。これ、何やってるの？フリクションボールペンは摩擦熱で文字を消すという仕組みのペンなんだ。だからそれで書かれたノートをチンすれば文字が消えるってことを動画にしたんだ。すると、その動画を見た小学生が真似をしてしまい、ぼや騒ぎになったんだ。その父親がブロガーでもあり、水溜りボンドをブログで非難したところ、水溜りボンドのファンがツイッターで拡散し、大炎上になったんだ。親もきちんと子供の面倒を見るのも大事だけど、水溜りボンドも影響力があるからその分気をつけないといけないのね。まあこれはまだ水溜りボンドのファンは比較的擁護していたんだ。だが、数々の炎上を起こしてしまい、視聴者も徐々にフラストレーションが募っていき、とある動画で大炎上したんだ。いろいろ些細な炎上しているのね。で、その動画はどんな動画かしら。それは、無人島生活シリーズの中で水溜りボンドのトミーが仕掛けたドッキリがどうすぎており物議を醸したんだ。トミーは企画に参加していたヨーツベアアバンティーズに対し海で溺れるドッキリを仕掛けたんだ。なんかもう内容聞いていないけど、荒れそうな感じがわかるわ。実はアバンティーズのメンバーの一人、エイジは休暇旅行中にサイパンで水難事故で亡くなっている、という事情があるんだ。もちろん、トミーも以前から親交があったため、知っているはずなんだが、それでもドッキリを仕掛けたんだ。そして、無神経すぎる、と指摘され大炎上したんだ。それはやばいわね。メンバーの事情を知っているのに、そんなことをできるなんてどうかしているわ。動画を出したその後ツイッターで謝罪したが、その炎上が収まらぬままさらに次の炎上を起こしてしまったんだ。それが、緊急事態宣言下での自粛破りのパーティーに参加していたことだ。記憶に新しいわね。5月28日に政府が6月20日まで緊急事態宣言の延長を発令し、自粛を強いられる日々にみんなが我慢していたと思っていたが、一部の様子部屋が深夜3時まで騒いでいたんだ。これは主に主役のあやなんやコムドットも非難されたが、そこに水溜りボンドのトミーも参加していたため、炎上したんだ。まあこれは炎上せざるを得ないわね。みんなが我慢している時にどんちゃん騒ぎしたんだもの。現在はトミーは反省を含め動画には出ておらず、相方のカンタが一人で頑張っている様子だ。頑張ってほしいわね。というわけで今回は過去に炎上したヨーツ部屋についてまとめてみたぜ。もし、需要があれば引き続いて調査してみるぜ。こんな様々な炎上があったのね。いろいろと知らなかったわ。じゃあ今回はここまでだ。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。